さあ、ということで、覚醒海洋圏を作ってまいりましたんで、早速ね、使っていこうと思います。まあ、そうですね。あ、ちなみに、スじゃねえわ。ソね。ソウルブースト、スウォールブーストになってましたけど、はい。完全にやってきてるんで。で、まあ、今回は耐久寄りの編成にしてますね。カカロットとラディッツ入れて体力上げ。この人が、やっぱバカ野郎みたいに、バカみたいな戦闘力プラス火ダメかと思ってるんで、やっぱ固くする方がね、まあいいところ見せやすいのかな、ということで、お願いします。お!これは青2枚いけるね。で、そうだな、まあ今月3種の神器で来るかな。青、いやどうしよう、またな連れてくか。青ワンチャン出てくるんで、これでいきます。そう。青2枚がね、バカ野郎と一緒にできるようになったっていうのがめちゃめちゃ強い。前回2枚の青2枚なんでね。根血に対してすごいね、戦いやすく、うわー、そうなるよね。まあ、しゃあないな、これは。またなが完全に腐っちゃったけど、海洋圏でなんとか芝居ていきたい。射撃。予約。最速。痛い。まあ、とりあえず、カチカチなんでね。もうまたなは雑に使おうかな、今回。あ、分散させよう。ちょっと。ダメージ分散させて、また変身したい。まあ、なかなかいいんじゃない?そこそこ硬いよ。通常なんだ。タックル回避行きましょう。通常なんだ。キャラチェンメイン来い。ういー、あ、特殊ね。オッケーオッケー。強っ!やりますね。特殊積んどくか。これでヨダメが永続で、体持ってくれよ、乗るんでね。いやー、予約してんの?お前そこ。まあいいや。変身できたんで、受けれるでしょう。いや、出すだ。うん。またね、いらねえ。雑に使います。メイン。メイン使わないの?おー、まあまあまあいいや。メイン。メイン使わないね、なかなか。予約。あ、さっき予約してなかったっけ?ウィス?オッケー。さあ、泥足でいきます。正直もう、またないらないんで、しっかり、あ、いいね。強いね。泥足で時間稼いでね、またなの。待機回して、もう青2枚で戦います。ここ外しまーす。OK? いや、強いな。普通に強いぞ。通常ありがてえ。タックル。アメンだよ。メイン。メイン使えや、お前、マジでさ。メイン使ってないよね、まだ、この人。はい、使ってきて。いや、もう、うん、オッケーオッケー、待たないといけます。さよなら。なんでメインこんな使わないんだろう。使ったっけ?おいーす。即頼りが。ゲオカホモンディー。ざまあ見やがれ。さあ、くたばってもらいましょう。これでいいや。よし。海洋圏意外と強くない?普通に戦えてる。泥足あるし、戦闘力高いキャラのね、泥足はやっぱ正義なんで。さあ、変身して、あ、変身じゃない、メイン使って。君、メイン使ってないの?使ってないっけ?回避回避、オッケー。まあ、とりあえずね、剥がして。まあ、メイン切っちゃおうかな。うん。回復したいんで、安全に行きたいんで、メイン使いましょう。特殊ぶっぱとかしてくれんかな?ま、さすがに何もしてないか。射撃ワンチャン。通常、え、マジでそこそれなんだ。92。親神言ってくれ。いいっすね。親神耐えるよ。まあ、バカ野郎で受けましょうか。いや、分散させたいんで、海洋圏で。さすがに耐えます。強い!これ特殊で場に回復するの強いな。それはキモすぎ。メイン。メイン使わないんだ。で?どうしよっかな。泥足は、
まだ続いてるね。あー、気力体回復しなかったね。いって単発機弾痛すぎだわ。回避見て特殊でいいや。よしよしよし。いいっすね。57。いいね。やっぱ青2枚ができるってだけで相当評価上がりますよね、今の環境。そう、かっこいい海洋剣でとどめさせたいんですけど、まあまあまあいいよしつこいな。かっこいい海洋剣でとどめさせて、射撃がないからさ何もできんのよこっち。ういっすー。さあ、ドロー速、気力回復強いね。オッケーオッケー。お、また根血か。青2枚行こうか。根血には出しちゃいましょう。で、青来ないんで、これで青赤で行きましょう。この、戦術良くないですか？めちゃくちゃ。まあ、雷竜系いませんけど、正直バカ野郎がもうね、ラス位置に残せればね、キャラ2体分の性能してるんで、回復しちゃうんでね。僕は根血緑がいようと青2枚したくなりますね、やっぱ。トランクスもね、そんなめちゃめちゃ怖いキャラではないんで強いけど。お願いします。タックル、来ないか。釣れろ。避けよう。避けよう。怖い。通常か。まあ、とりあえず特殊積んでね、気絶お祈りができるようにして、タックル回避行こうか。いっすー。こいつ強いよ、結構。やっぱカカロットね、悪が通ってるんでね。さあ、気絶引こう。無理か。さあ、海洋剣、気力回復強い。泥足はまだつけれないんか、そうか。あ、帰ってこないんだ。タックル。あめんだよ。強い！これは海洋剣仕事したね。復活の面切らせないで落としたのすげえ偉い。さあ。まあ、雑に跳ねて、待機回したいね。変身して、回避見て射撃でいいかな。通常でいいや。タックル。前揺らしたがってたね、今。オッケー。カカロット出すか。これメインなんだっけ。あ、必殺ドローか。まあまあまあいいや。弾集めて。あ、待って、これさ。もっと早く撃ってたら泥足の恩恵受けれてたんだけどね。熱。ヒット確認なし。バニ回復速度めっちゃ速かったね、今。これ、ライジングは中山耐えますよ。満タンなんで。怖っ。メイン切らした。ゲヒット確認。俺は入れますよ、ちゃんと。あなたと違ってね。あー、これちょっとカカロットじゃねえわ。こいつのカウント使いたくねえな。こっちで殴ろ。強い。いや、カカロットも強いよ、普通に。オッケーオッケー。まあ、さすがに、これ赤捨ててくんのかな？あー、そっちなんだ。まあ、親亀に全てを託してますね。はい、雷読みに全て託してました。オッケー。雨。即。あー、待って、うわ、すごいすごいすごいとこいる。これ確定だよね。あれ、相手バニ使ったっけ今。メイン。おー、何もしてないのか。射撃撃ってくると思ったんですけど、出てこないんだ、そこ。これしっかり時間稼ぎます。ダメ。さあ、海洋剣で。メイン使って。いや、これ、さすがにこっちだな。さすがにこっちだな。海洋剣のかっこいいの見せようと思ったけど、さすがにこっちだわ。さあ、このパーティーは気絶もね、あるんでね。削って。ウィス？残念でしたー。強いぞ。いいぞ、この。やっぱバカ野郎と2枚が、いけるのが本当に偉いですね。根血にすごい戦いやすい。のあちゃん、やっぱさ、等倍が何回か続いたシーズンのバトルランク35は、強そうな人とマッチングできていいですね。
当倍これからも続いていただきたい。これはこの3かな？うん。やっぱね、2倍の後のね、バトルランク35って本当に初心者の人とマッチングしちゃうんでね。もう一生当倍でいいと思います。さ、カマがすごいきついね。母体でもやっぱ強いもんね、カマ。射撃欲しいなぁ。出てこないよね。お、うまっ！うま、ノアちゃんうまっ。ちょ、封印されてる。うわぁ、今。あ、これ跳ねてるね。あ、回避キャンセル入れてるもしかして。跳ねた、オッケー。うぃーす、マジ強い、こいつ。で、気絶中の必殺の火力がやばい。強っ！カカロットが強い動画になってる。おはほまんでーす。いいっすね。変身して射撃撃ちましょう。まあ、通常でいいや。怖い。反応しちゃダメなんだよな、これタックル。なんでなんで？なんかぼーっとしてるね、君。外そう。ずらして、メイン。これキャンセルかな？おう、うまっ。相当ずらすな。バトスなら耐えるし、裏のキャラのライジングなら、海洋剣耐えるぞ、これ。お、ライジング打ってきそうだな。海洋剣さすがに耐えるぞ、これ。残念。あ、マジでね、戦闘力高いキャラのヒラメカットは正義なんで、ちょ、これ読まないように特殊で。さっき使ってたよね。あ、ごめん。ごめん。ごめん。そんなつもりなかったって。あ、今度は通常か。あれ、海洋剣特殊積んだっけ？忘れちゃった。やべえ、どうしよう。他にないでしょう。あー、落ちないか。弾集めて。そーっとずらすね。即かな。即じゃない。短波染め。クソ、跳ねねえか。メイン切るしかないもんね。怖いもんね。メイン切らせたのはすごいでかい。いやー、うおー、お前、天使、お前さ、未来予知が過ぎるだろ、それは。いや、被したいけどなー。通常か。場に回復します。残念。これ、またなで。縛れてるんで。またな、行っちゃいましょうか。縛れてるっていうか、裏の、あれマジで？それさすがに落ちますぜ。それさすがに舐めすぎですぜ、パイセン。うん、落ちますね。怖い。まあ一番時間稼げるタイミングでね、稼いで、キャラチェン特集。もうあとはもう、くるくるしてれば勝てるんだよな。危ない、バックして入れて。タックル。今のも回避回避でよかったな、もう結局回避回避なんだよな。OK。はい。なんか普通に海洋剣使ってて、微妙って感じ全くしないんだけど。当たりじゃないか、こいつ。普通に当たり覚醒キャラじゃない？あー、一応前に UG してくんのか。まあまあまあ。この硬さなんでね。体力、爆積みプラス海洋剣がダシャボ上げなんでね。これ射撃でいいや。一つあるけど。で、これは、相手の回避見て必殺避けさせてライジングがいい。避けたらライジングね。オッケー、避けた。これはね、もらった方が強いんですよね、お相手さん。残念。オッケー。はい。いやー、いいね。やっぱ悟空パワー、耐久力があって、楽しいですね、受け回せて。あと、カカロットがやっぱ試合長引かせればね、気絶がワンチャン狙いやすいっていうのもあるしね。